ミスタートロチです。さあ今回はですね、このナスビを使ってナス餃子、ね、ナスビの餃子を作っていきたいかなと思います。今ちょっと噛んじゃったね。ナスビの餃子です。ではまずこれね、ナスビを餃子の皮にします。よいしょ。まずですね、よいしょ、ここを落としてもらって、はい、普通はねこのままこう薄く落としていくんですけど、これ安定感がないんで、これをね落としたらここがね平らになるんで、ここをねしてもらったら安定すると思います。そしてですね、これを薄く切っていきます。はい、だいたいこれぐらいの薄さにねちょっと切っていきます。はい、これぐらいの薄さです。ペロペロ、はい、こんな感じに切ってもらってですね、あとこれぐらいになったらちょっとね切りにくいと思うんですね。まあこれぐらいになると、よいしょ、まな板に置いて、はい、こんな感じにねいったらいいかなと思います。はい、こんな感じにね、切れましたら、次はバットにですね、よいしょ、お塩ね、お塩をよいしょ、はい、少し振ってもらって、ナスビをですね少し お塩でね締めてきます。あとはよいしょ、はい、こんな感じで重ねて、またお塩を振って、これでね大体そうですね5分から10分ぐらいね置いておきます。じゃん、はい、次はですね、野菜をねちょっとカットしていきます。よいしょ。そうですね、まず、キャベツ、キャベツこれ大体 20g から 30g ですね。これをめのよし、みじん切りにしていきます。こんな感じです。じゃん。はい、お次はニラです。ニラも、はい、こんな感じに切っていきます。
ニラもね、これも 20g から 30g です。じゃん、はい、次はですね、大葉をみじん切りにしていきます。こんな感じで粗めでいいです。粗めでお願いします。よいしょ。そしてこれを合わせておきます。じゃん。はい。次はお肉ですね。これ合いびきね、合いびきのお肉なんですけど、一応 150g になってます。そしてこれをよいしょ、はい、ボウルに入れてもらって、よいしょ、よっこしょ、はい、これを少しこねくり回します。こんな感じで、そしてですね、先ほど切ったこのね、野菜、これを、はい、投入して混ぜていきます。じゃん、はい、そこにですね、これに今度はこのね、ニンニク、生姜を少し、はい、少し入れていきます。そしてですね、あとはこのオイスターソース、よいしょ、はい、このオイスターソースを大さじ半分ぐらいですね、半分ぐらい入れます。はい、そしてで塩コショウ、これで、はい、味を整えていきます。そしてですね、はい、これを、はい、混ぜていって、これでネタの完成です。じゃん。はい。先ほど切ったね、ナスビなんですけど、これ塩をね、振って10分置いたことによってね、こう、しなーっとなってます。これをですね、よいしょ。はい、キッチンペーパーを引いてもらって、よいしょ、こうやって水分をね、取っていきます。よいしょ。はい、こんな感じで。はい、こういう感じにしていきます。はい、こんな感じになります。そしてですね、はい、
はい、これ小麦粉です。小麦粉。はい、これをですね、はい、こんな感じに振っていってください。そして、はい、先ほどのこのネタですね、これを、よいしょ、ちょっと でかかったね、よいしょ、えい、手でやっちゃえ、こんな感じで、はい、あとは巻いていきます。はい、こんな感じに巻いていってください。じゃん。はい、それではですね、まあこんな感じになりました。そしてこれを今からね、焼いていきます。ですね、ごま油をここに少しね、少したっぷりめに入れてください。で、火加減はね、中火ぐらいでいいと思います。そしてこれを焼いていきます。ですね、必ずこの閉じたね、ナスを閉じた面を先に焼いてください。はい、そしてですね、これをよいしょ、裏返してもらったら、まあこんな感じになります。こんな感じですね。そしてこれを一応全部ね、よいしょ、ひっくり返してもらって、で、よいしょ、はい、こんな感じに焼けてます。そしてこれをですね、はい、今度はちょっとね、蓋をして、焼いていきます。よいしょ。はい。こんな感じでですね、裏も少しね、焦げ目がついたところで、はい、よいしょ、お酒。はい、お酒を入れてもらって、はい、蒸し焼きにしていきます。よいしょ。はい、こんな感じで、はい、こんな感じで、そろそろ出来上がりです。よいしょ、これを。はい、持っていってもらって、で、はい、こんな感じですね。よいしょ。はい、ざっと持っていきます。はい、こんな感じで出来上がりです。あとはね、これもポン酢とかね、そういう感じで、まあこのままでもね、美味しくいただけますけど、まあ、からし醤油とかポン酢、まあそういう感じでね、食べてください。はい、出来上がりです。